はい、どうも森谷浩二です。今回は僕がいつもやってるナイトルーティンを紹介していきたいと思います。よろしく。家でトレーニング、腹筋を15回3セットほどやります。プロテイン、サラダチキン。終了から30分以内にプロテイン、サラダチキン、ハムなどのタンパク質を摂取。いただきます。そこから30分後にサラダ、スープ、ご飯、そしてお魚などをさらに食べる。栄養が偏らないように野菜は多めで。お風呂、基本はシャワーだけ。週に 2,3 日ほど大きめの銭湯などに行き、湯船にもしっかりと浸かるようにしています。お風呂から上がったら体が冷えていたりした場合に生の生姜を煎じて飲みます。まずは化粧水。イプサの化粧水を大量に染み込ませてから美容液を全体になじませます。その後 RMK のローションを全体に浸透させて三重の保湿をしていきます。お酒は普段飲まないので紅茶を飲んだりしながら次の日の予定を確認。寝転がりながら YouTube を見たりしていいタイミングで寝ます。僕は布団派なのでホットカーペットの暖かさに包まれながら就寝。シーツは絶対にザラッとした質感のものしか受け付けません。はい、ということでこれが僕のナイトルーティンでした。いかがでしたでしょうか。それではまた、おやすみなさい。